緑の山肌にひときわ映えるピンク色の木造校舎がありました。これは徳島県の旧木頭村にあった旧助小学校です。こちらは同じ木頭村の北川地区にあった旧北川小中学校です。ピンクの校舎に満開の桜、昭和ノスタルジーあふれる懐かしい風景です。徳島県那珂郡那珂町木頭和無田、平成の合併前、旧木頭村の中心地です。清らかな流れは清流那珂川です。ここから下流へ約4キロほど下ると木頭の一番下流にある助という集落があります。まんまんと水をたたえているのは小見野のダムです。その右岸の小高い丘に影という集落があり、西側の広場に旧助小学校がありました。ここが助小学校跡で、かつてはこのように木造校舎が建っていました。小見野のダムは昭和42年にできたもので、本来那珂川の川底ははるか低い位置にあり、助小学校もずっと低いところにあったので、ダム建設に伴い現在の場所に移されたのです。これは平成12年頃、旧助小学校を訪れた時の映像です。この頃にはまだ木造校舎が残っており、川向こうに垣間見えています。ここが助小学校です。校門から奥へ入ったところに東西に長い校舎が見えます。校舎は木造2階建て、結構大きな校舎です。この校舎はダム建設に伴い昭和42年に新築しているので、築33年ほどですが、意外と古く見えます。玄関の東側には記念碑がありました。記念碑には助小中学校の沿革が記されています。助小学校は明治15年貝川小学校助村分校として、近くにある影八幡神社にて創設しています。最初は神社が学校だったのですね。昭和22年には中学校を併設しますが、昭和39年には統合され、17年の短い歴史を閉じました。昭和42年小見野のダムの竣工により、85年続いた助小学校は湖底に沈み、現在地に移転します。そして新天地新校舎で新たな出発を誓いました。しかしダム建設によるバラ色の夢はもろくも崩れます。ダム建設前には4115人を数えた木頭村の人口は、5年後には2884人に激減したのです。湖底に沈んだ
助集落の人口流出は激しく、現在地に移転した助小学校はわずか3年後の昭和45年には廃校となってしまいました。大きくて新しくて夢いっぱいであったであろう助小学校の新校舎、わずか3年間でどれだけの児童が学んだのでしょうか。しかし助小学校の歴史の中では、小学校798名、中学校210名の心身ともに健全な人材を輩出しています。ここは旧木頭村の中心地から10キロほど上流の北川地区。木頭村の一番上流にある集落です。ここにはかつて北川小中学校がありました。ここが北川小中学校跡で、平成12年頃にはこうして木造校舎が建っていました。その後校舎は取り壊されましたが、春には桜が咲き、王子が忍ばれます。東側の建物は縫製工場に建て替えられ、西のこの場所に木造校舎が残っていました。南側の赤い屋根の建物のところが運動場で、校舎と運動場は国道195号を挟んでありました。建物は村民体育館で、ここに北川小中学校の記念碑があります。北川小学校は明治12年貝川小学校北川分校として開設し、2年後の明治14年には北川小学校として創立しています。以来明治、大正、昭和と変遷を経て、昭和22年には中学校を併設します。そして昭和43年、小学校はすぐ近くに新築移転し、中学校だけとなりました。しかしそれからわずか2年後には北川中学校は統合され、閉校となります。これはかつての北川小中学校です。満開の桜、奥に見える山は石立山です。北川小学校の児童数は昭和11年がピークで149人だったそうです。ご和算で願いましては、そろばんの授業風景です。二人掛けの机、上履きが藁草履というのは時代を感じさせます。ここが昭和43年に移転した北川小学校です。平成28年の児童は2年生1人、4年生2人、5年生1人の合計4人でした。地域が育んできた学校なので休校の方向となったのは残念。この1年間は地域とともに思い出に残る有意義なものにしたいと当時の校長は語り、
翌平成29年には閉校となりました。北川小学校は明治から平成まで138年という長い歴史を刻み、その間小学校1177名、中学校393名の健全で優秀な人材を世に輩出しました。山深い四国山地にあって、こんなにも長い歴史を刻み、こんなにも多くの卒業生を出した学校はそう多くはありません。旧木頭村は霊峰剣山の南にある山深い山村です。西から東へ流れ下る中川に沿って集落が点在します。遠い昔から自然と折り合いをつけながら人々は暮らしてきました。山には木が豊富にあり、その木を炭に焼きます。かつて炭焼きは村の一大産業でした。しかしガスや電気にエネルギーが移行するにつれ、炭焼き産業は下火となります。また山の畑では楮や三つ又が栽培され、楮や三つ又の皮剥ぎ作業は早春の風物詩でした。しかしこの重要な換金作物もお札が金貨に変わったり、製紙の多様化などによって衰退します。そして何といっても木頭村は深い山の中、見渡す限りの森林です。木頭杉に代表される木材の産地でした。かつては木材を下流に運ぶ川流しが見られ、その川流しの名残をとどめて木頭杉一本乗り大会が開催され、夏の風物詩となっています。ここには学校がありました。大きな学校でした。大勢の子どもたちでとてもにぎやかでした。時代の流れの中で閉校となり、輝かしい歴史に幕が下りました。ならば次の時代の流れの中で再び輝かしい歴史の幕が上がってほしい。学校は地域の宝であり、そのシンボルなのです。